北の王、北の王、1953年5月15日から1958年10月14日は日本の競争馬。1955年に中央競馬でデビュー。同年の朝日坂月三歳ステークスを制し、最優秀三歳母馬に選出される。翌年のクラシック三冠戦戦では、壁落、白地からと共に三強に数えられ。 三冠最終戦の菊花賞に優勝。年末の第1回中山グランプリ有馬記念ではファン投票1位に選出されて2着となり、当年最優秀4歳母場となった。1957年には天皇賞春に優勝している。1958年秋に急性肺炎のため現役のまま死亡した。通算29戦16勝。 血統の一部が不詳なサラブレッド系種の名ファミリーバウアーストック系の代表的名馬である。兄に中山大障害、春優勝馬、足柄山、妹に朝日杯三歳ステークス優勝馬、北の光、弟に菊花賞優勝馬北の王座など近親には数々の活躍馬がいる。以下、バレエは2000年以前に 日本でで使用された数え年で統一して記述する。1953年北海道浦河町武田重四郎の生産牧場はアラブ馬の生産を主としており本馬はこの年唯一生まれたサラブレッドであった父とサミドリは1949年にサツ月賞とキッカ賞のクラシック2巻を制し後に種ボ馬として 数々の活躍馬をダシ伝道入りも果たすことになるが、本馬はその初年度産区である。母バウアーヌソルは競争名をハレヤカという不出走馬であったが、祖母バウアーストックは1926年にオーストラリアから輸入された通称ゴーサラで平地で12勝、障害で10勝の計22勝を挙げた活躍馬であった。ただし血統書がなかったことから品種は 詳細な決闘証明が求められるサラブレッドではなく、合用、中、合衆三用紙の略として登録された。このため、当時のバウアーストックの子孫もサラブレッドに準ずる、扱いのサラブレッド形種として登録されることになった。競争年齢の3歳に達した1955年、久保田金蔵厩舎に入る。騎手は、久保田級舎所属の若手騎手、勝ツ武タ 後、伊藤と、海星が務めることになった。武雄はデビュー前に起乗した、才の印象について、北の王と比較すると、それまで乗っていた馬は、同じ子息でも豚同然。車ならポンコツだった。そこへ行くと、北の王は、超一級の外車。この馬で、大きいレースを勝てないようでは、男がスタルと思ったと述べている。8月13日。 札幌開催の条件戦でデビューし初戦勝利を挙げる。続く、札幌ステークス2着、オープン戦勝利を経て、11月の優勝戦で、白地からと初対戦。同馬は名門、八島牧場において、名品系とされる、聖波竹から生まれ、工場体を備え、当時の東京優秀、日本ダービー一着賞金を上回る価格で、取引され、東大一の大型東気地球車で、 管理されていた。この競争で、北野王は、白地からに敗れての三着となったが、その後に連勝し12月には、関東の三歳王者戦、朝日坂月三歳ステークスに臨んだ。当日は再び顔を合わせた白地からが、圧倒的な一番人気に支持され、北野王は、離れた二番に人気であった。スタートが切られると、カツオ北野王は、 先頭に立った白地からを見る形でレースを目、最後の直線では同馬を追走してすり合い、四分の三馬身、尻避けての優勝を果たした。当年、北野王は、継修者選定の最優秀三歳母馬となった。その後、休養に入った北野王は、翌1五十六年三月に復帰、初戦のオープン戦を制し、続く、スプリングステークスでは、白力と共に、 小型サンバガラスと評された誉レモン、県政を退りけて勝利した。続くオープン戦では5 9ラムという、負担重量もあり3着と敗れたが、差して評価を落とすことはなく、4月22日、クラシック初戦、サツキ賞を迎えた。当年は、例年開催の中山競馬場が改築中のため、東京競馬場で行われた。北の王は、 勝利の確率は80%以上とも評され、地か力を大きく離しての一番人気に押されていたが、外枠振りと言われる東京競馬場2000メートルという舞台で16頭立ての15番枠に入った。スタートが切られると、勝ツ北キ王は強引に行為を取ってレースを進め、最後の直線で先頭に立った。しかし前半のレース運びが響いて足が上がり、 最後は7番人気の福平、壁落に刺されて市橋に4分の1差の2着と、敗れた。白地からは12着と大敗した。同馬は後に若いメテ、厩務員が、尾形の許可なく成長剤を投与して調子を崩していた、ことが判明し、メテが交代された上で、立て直しが図られた。その後、北の王は2冠目の日本ダービーを見据えて、NHK 杯に出走。 再戦したヘキラクを難なく退け2分4秒4というレコードタイムで勝利した。6月3日に迎えた日本ダービーでは一番人気に支持されるも枠順はサツキ賞に続き外枠の25番枠であった。ヘキラクは22番枠、3番人気の白地からは4番枠だった。スタートが切られると第一コーナーで北の王とヘキラクは内側へ向けて 急激に射光し、煽りを受けた二頭が落馬。それを過ぎると白地から先頭、北の王二番手、壁落四番手と続く形となった。白地からは道中で位置を下げて北の王は三から四番手、白地からは六番手前後で進んだが、最終コーナーで白地からは、馬場内側をついて一気に抜け出し、北の王はこれを追走するも三馬身を呼ばず二着に、終わった。 武雄は絶好調だった。敗因は馬場状態と大外枠の不利だ。白地からの枠からスタートしていれば勝てていただろうと語った後年には北の王はダービーに勝てる馬だった。あの頃は俺もコチンコチンになっていたし考えて乗るだけの余裕がなかったと実感している。なお北の王と壁楽の煽りを受けて競争を中止した延命は骨折して安楽死処分。 秋種の安倍翔太郎も重症を追って最終的に引退へ追い込まれ、この競争後には自己防止委員会が開かれ、レースの流れを監視するパトロールター設置などが実施される契機ともなった。夏の休養を経て秋初戦の毎日王冠では4着と敗れたが、続くセントライト記念では前走破れたヒン馬フェアマンナや白地カララを退けて勝利。その後、 クラシック3冠最終戦の菊花賞に備えて再加し、京都特別で6 2ラムという金量を、おいみなと56キ5 6ラムの2着という成績を経て、菊花賞に臨んだ。一番人気に支持された北の王は、広報対帰策から最後の直線で逃げ込みを図るとサモアーを一気に差し切り、クラシック最後の1冠を制した。続くオープン戦の勝利を経た年末、 北野王は改築なった中山競馬場において、この年創設された第1回中山グランプリに出走。これは、時の日本中央競馬会理事長、有馬頼康安の肝入りで作られたファン投票で出走馬を選定するオールスター競争であり、北野王は6143秒を集め、競争史上最初の第1位選出馬となった。出走馬は、北野王、白地から、 ヘキラク、フェアマンナといった4歳クラシック優勝馬のほか、8大競争2勝の明治光、同3勝の第7報酬、オーストラリア3の天皇賞優勝馬ミッドファームらが、顔を揃え、12頭中7頭が8、大競争優勝馬という顔ぶれは、史上空前の豪華メンバーと言われた。当日は、ファン投票で12票差の2位だった明治光が、 単勝オッ一1.3倍の一番人気に支持され、北の王は二番人気となった。レースでは、第七報酬が逃げた後方で、明治光とならん四から五番手を進んだが、最後の直線では同馬に突き放された。しかし二着争いからは、確実に抜け出し、明治光から三馬身半差、ミッドファームに二馬身差をつけての二着となった。明治光からは離されたが同馬はこれを最後に、 引退、白地からは5着、壁落は最下位12着となり、北の王が時代の最強和候補との印象をアピールすることになった。春まで休養した北の王は、3月に、目黒記念、春で復帰。年頭から出走を続けていた白地からも出走したが、当日は休養明け、白地からより 2kg、重い 63kg という金量が重なりつつも、 北の王が一番人気に押された。しかしレースは白地からが勝利し、北の王は同馬から役に和審査の5着と敗れた。後北の王は再下し、オープン競争を落勝した後、4月29日に天皇賞、春へ出走。北の王が館長ならば、秋の天皇賞へという陣営が続出し、当日は七党立ての小党数で白地からも不在であった。 レースでは一番人気に応え、3分21秒3のレコードタイムで8大競争2勝目を挙げた。オープン競争勝利を経て、夏を休養に当て、10月に出走したオールカマーでは、白地からに加え、当時、アラブの怪物の異名を取ったアングロアラブの声優とも顔を合わせた。負担重量は、北の王6 4ラム、白地から6 5ラムであった。 レースでは逃げを打った、声優が、第3コーナーまで飛ばしていたが、ほぼ同時にスパートをかけた北野王と白地からがこれを、変わって競り合った末、北野王が半端身先着して勝利した。続く、目黒記念、秋では、前走とは逆に、北野王 65kg、白地から 64kg という負担重量となり、結果もそのまま入れ替わって白地からが半端審差で、勝利した。 その後、白地からは北の王に出走資格のなかった天皇賞秋を制覇。両馬は当年中山グランプリから解消された年末の有馬記念で死有を決するとみられ、一般には北の王が優勢であろうと見られていたが、北の王は直前になって故障のため休養に入り、対決は幻に終わった。有馬記念は白地からが単勝点零倍という人気に応えて、 優勝している。両馬の対戦成績は、北の王六勝、白地から四勝という結果となった。1958年以降、白地からはアメリカへの長期遠征を観光。春に復帰した北の王は、初戦のオープン戦こそ勝利したものの、続く、東京坂月では、隠したとみられたメンバーを相手に二着と敗れた。一ヶ月後のオープン戦でも前年の菊花賞優勝馬。 ラプソゲーに敗れ、これが最後の出走となった。夏を休養に当てていた北の王は、秋になり、北海道から中山競馬場への輸送途中に、急性肺炎を発症し、10月14日に死亡した。六歳没。翌1959年2月23日、アメリカで出走を続けていた白地からは、通算11戦目のワシントンバースゲーハンデキャップに、 優勝し、日本馬として、初めて国外の重賞競争優勝馬となった。また白地からは1984年に JRA 検証馬に選出され殿堂入りしたが、選考委員を務めていた大川慶次郎は、個人的な意見を言わせてもらえば、北の王の方が一枚上だったかもしれませんと、今日、白地からと北の王も、ペアで殿堂に入れるべきだったかなと思いますね。 伝道馬に入ったことで、白力を語る人は、今後も多いと思いますが、北の王を語る人は少ないでしょうと述べている。2000年に、日本中央競馬会の広報誌、優秀が選出した、20世紀のベストホース100には、白力と共に名を連ねている。祖母バウアーストックの決闘は公けには不詳であるが、オーストラリアンスタッドブック第14巻に記載がある、父ババーストック。 母フリバラティのブラウンメグというサラブレッド品馬と同一馬の見方がある。この説によれば、バウアーストックは輸入時に父親の名前を付けられたということになる。ブラウンメグは繁殖品馬となっている。可能性も高いが、オーストラリアやニュージーランドの血統書にはそれ以降、名前が現れない。ただしブラウンメグの少年は1922年で日本で登録された。 バウアーストックの1923年とは、祖語があり、また当時の日本では、スタッドブックを開いて、名前を適当に釈用するということも行われていたと、され、バウアーストックとブラウンメグが同一場であるとする、確実な証拠はない。仮にバウアーストックが、ブラウンメグであるとすれば、シドニーカップ優勝馬、ブロードアローや、 ニュージーランドセントレジャー優勝馬、チューダー・プリンスが出ているメス系に属する。北の王に限らず、サラブレッド系種で活躍したオ馬は総じて、主母馬としては、不遇を囲った。多数生まれる産区がすべてサラブレッド系種となってしまう、ためである。北の王は競争馬として、現役のまま死んだが、仮に種母馬となっていた場合の可能性について、宇佐美ツネは次のように述べた。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。